はい、今回はねポケモンなんですね。まあみんな知ってるポケモン、世界中の人が知ってるポケモンなんですけど、まあちょうどねこのような冊子がありまして、この中にねポケモンが出てるんですけど、まあファミコンスペースワールド95ってことはポケモンがねまだ誕生する前です。オフィシャルガイドブック、まあファミ通の責任編集というねこの本があるんですけど、このねファミコンスペースワールドっていうのがまあ20世紀に開かれていたんですよね。まあ元々は初心会というまあ流通向けのソフトのね展示会だったんですけどね。まあスペースワールドというのはまあ一般にも公開されているものになっていまして、まあ95の時は当然ね翌年任天堂64が発売となります。当然95年というとね次世代機戦争真っただ中、まあその中にひっそりとこのようにね、ポケモンのソフトのね、まあ紹介がありました。当然展示もされてたんですけど、まあこれね、ほんとページのほんと8分の1ぐらいなんです。ほんとはね。まあそのぐらいにこう掲載されていて、まあいわゆる扱いが地味ですね。要するにワンオブソフトみたいな感じになってまして。まあ、これ見ると面白いのはね、12月21日に発売になってますね。まあ、正式な発売は2月の27だったっけになりましたけど、まあ、こうやって見てみると、まあ、確かに、パッと見、地味ですよね。まあ、当時、95年っていうと、もう次世代機戦争で 3D バリバリ、まあ、色もね、鮮やか、エフェクトバリバリみたいな時代だったんで、まあ、当然、携帯ゲーム機、まあ、ゲームボーイぐらいしか生き残ってなかったんですけど、ゲームボーイなんて落ち目でした。もうソフトもあんまり出なくなっちゃって、そこでね、なんとなく出てくるソフト、ポケットモンスターなんて、ほとんど注目の的ではなかったと思います。実際にね。で、まあ、95年のスペースワールドで、実際プレイした人の感想を聞いたことはないんだけど、まあ、そこでね、すげえソフトが出るぞって思った人は、すごいこう、目利きがあるのかな、みたいな気がするんですけど、まあ、いずれにしても、このね、ほとんど、だってこの展示会って64の展示会だったんです。ほとんどね。64の展示会で、64がメインなんですよ。翌年発売となる64のための展示会と言っていいぐらいなんですよね。まあ世界で初めて64が公開されたものなんで、まあ本当にね、64のための展覧会って言わないか、ショーなんですよね。まあそういった意味でポケモンはね、本当にオプションみたいな感じです。ワンオブソフトだったんですけど、まさかね、64よりも、大ブレイクしてっちゃうとは、おそらくね、思わなかったんじゃないでしょうか、当時ね、見た方も。コマーシャル見た人もね、これ、面白いの?みたいなコメントも実際ありましたから、まあ、そう考えると、本当に地味なね、立ち上がり。まあ、実際、初週っていうのかな、初週売り上げも、まあ、10万本ぐらいですよ。10万本ぐらい。だから、決してね、大ヒットでスタートしたわけじゃないと。そりゃそうですね。まあ新規タイトルですし、いきなり100万売れるわけはないんだけど、まあそれにしても静かに立ち上がったんですが、まあこれね、メディアミックスですよね。まあ最初に買った人の口コミですね。当時インターネットなんかありませんから、ほとんど口コミですよ。そしてコロコロコミックとのね、まあコラボっていうのかな、メディアミックス。そして当然アニメですね。アニメーション。ポケモンのアニメが投入されて、まあ徐々にね、ゲームの方も購入されて、大ヒットと面白さが伝わる。まあちょうどね、通信ケーブルを本当にうまく使ったソフトだと思いますよ。通信ケーブルね。今まで通信ケーブルってほとんど対戦ですよね。相手と対戦するために使ってたのが通信ケーブルだったんですけど、それをね、あえてこう、交換する。アイテムだったりね、ポケモンっていうのかな、モンスターを交換する。ただ交換するだけだったら、これデジタルだから、コピーができちゃうはずなんですよ。コピーをしないで、アナログ的にね、相手にあげちゃうと、自分の手元にはポケモンが残らないという。またそこも、ちょっとシステム的には秀逸だったなと思いますね。まあデジタルなんて、コピーなんて簡単なはずですよ。まあもともとポケモンってほら、昆虫採集からアイデアが来てて、まあ、虫取りのね、虫の交換なんかから、ポケモンの交換が、イメージされてるなんて言われてますけど、まあ、実際の虫だったら当然ね、相手にあげちゃったら、手元には残りませんね、交換したらね。まあ、それと同じような要素で、
あのデジタルなんだけど、あげちゃうと、交換しちゃうと手元には残らないというね。まあそんな感じで、まあその辺も一つ新しかったんでしょうかね。まあそんなわけでワールドワイドでね、ポケモンが大ヒットということになりましたけど、本当はね、90年代頃にナムコに最初持ち込んだらしいんですよ、ポケモンってね。おそらくこのクインティーつながりだと思うんですよ。クインティーって、まあ、ファミコンの開発ツールじゃないもので作った、まあ、最初で最後のソフトって言われてますけど、まあ、そこはいいんですけど、まあ、ナムコに持ち込んでね、製品化されてますんで、まあ、そのツテを使って、ナムコにね、ポケットモンスターの、まあ、原案っていうのかな、まだこうプログラムで動いてるものじゃないんだけど、アイディアを持ち込んだんですが、まあ残念ながらナムコとしてはいらんと言われちゃって、まあ最終的にね、任天堂に90年度まあ確か秋だったかな、持ち込みました。だからスーファミリーが発売する頃に実はポケットモンスターのアイディアがあったわけですよね。実際にありました、動いてました。まあ、ただすぐにね、完成するわけじゃない。まだアイディア段階ですから。まあそこからね、モンスター考えたり、まあシナリオ考えたりとか、フィールドマップ考えたりと、まあやることはいっぱいあるわけですよね。いくらゲームボーイとはいえ。まあ通常ゲームボーイのソフトってそんなにかからないんですが、まあ、やっぱポケモンってすごいモンスターの数いますからね。まあそう考えると多分時間がかかるんでしょう。で、まあそう言ってもね、何年かかかっちゃうと、会社もね、持たないんで、おそらくその間、他のね、ゲームソフトの開発、お手伝いしたりとかしてたみたいで、まあ、一時的にそう、ポケモンもね、凍結されてると。凍結で完全にやめてたわけじゃないんだけど、まあ、他のね、うん、仕事をしていながら、ポケモンのアイデアをずっと練っていくといった期間がありまして、発売までね、まあ、最初、任天堂と契約してからの、何年でしょう、6年かかったというわけでしょうかね。本当にね、海の苦しみ。最後の方はもう、徹夜ですよ。徹夜ね。徹夜。徹夜って多分、自分も仕事してる時に何回かありましたよ、徹夜。今は、おそらくダメなんですよね。ダメ。ダメだけど、隠れてやってるとか、そういうのあると思うんだけど。いずれにしても、今はコンプライアンスとかそういうのがすごくありますんで、まあ、下手するとね、17時にとっとと帰っちゃう人もいっぱいいると思います。まあ、20世紀ぐらいまではゲーム開発の任天堂ですら、最後の方、徹夜ですよ、みんな。泊まり込んで。うん。まあ、そんなのも普通にあった時代でしたからね。今、本当にこう、どうなんでしょう。緩いっていうか、コンプライアンスがしっかりしてるのはしてるんですけど、こんなんでいいのかな、みたいな。気がしちゃうんですよね。うん。いや、だから日本の中でやってる分にはいいと思うんだけど、今世界も相手にしてるから、特に中華なんていうのはね、ここぞと思ったら猛烈に仕掛けてきます。戦いじゃなくて、作ったものを売るためにね、総攻撃というか、うん、すごいパワー、バイタリティありますから、まあそういうのと比較すると、ああ、17時になった、帰ろう、みたいなね。そんなんだったら日本負けちゃうじゃんみたいな気がするんですが、だから結局このね、徹夜とかがあった昭和のね時から平成の最初の頃ね、そこでまあだんだんエスカレートしてブラックな、超ブラックな状態に陥ってっちゃったと思うんですよ、一部がね。まあその影響でそれは良くないとなるのはわかるんだけど、やっぱりこうここ一番の頑張る時って、まあ17時にさっさと帰るじゃなくてギリギリまでやる、当然それに対する対価を渡すってことをやらなければ、やればよかったわけですよね。でまあ徹夜はさせるわ、こう金は出ねえわ、だからそれはブラックになっちゃって規制が入っちゃうわけですよ。まあところがね、世界と戦うためにはそんなこともお構いなしってところがありますからね。うん、だから今のね、日本のこういう状況で大丈夫なのかなって全然話が逸れちゃいましたけど、ということでポケモンなんですけどね、ポケモンでが今ではねこのような感じになってます。これ2019年のメディアミックス、メディアミックスね。まあ例えばゲームとか書籍とか、フィギュアとか、うん、テレビとかアニメーションのね放映権とか、まあそういうのも含めてのまあその価値っていうのかな、売り上げですねを見てみたら、なんと2019年の
まあ、ランキングになりますが、ポケモンが世界で1番となっています。これはすごいですね。2位がちなみに日本のキティちゃんですよ。日本がワンツーフィニッシュ。キャラクター強いですね。まあそれからね、アメリカのやつとかいろいろありますけれども、 1,2,3,4,5,6,7,8 位にマリオがいますね。マリオはほとんどがゲームソフトですが、まあ市場規模っていうかね、売上高もまあ第7位にいるということで、まあなんだかんだ日本キャラクター強いですね。まあこんな感じでね、ポケモン今やこう最強のねコンテンツになっています。まあ本当に一時期ね、2010年代レベル5のなんだっけ、妖怪ウォッチに押され気味になった時あるんですよね。勢いちょっと妖怪ウォッチのが強くねみたいな時ありましたけど、ちょっと妖怪ウォッチ乱発しすぎて消えちゃいましたね。まあ完全に消えたわけじゃないけど、かつての勢いは全くなくなってしまいましたけどね。まあこう考えると、1990年のね、ナムコに持ち込んだ時に、これがナムコに渡っていたらどうなっていたんだろうと。まあ、イフを持ち出すのはなかなかね、まあ面白いけども、あんまりこう意味がないことなんですが、ナムコがね、このね、ポケモンの、ライセンスというか、ポケモンをゲットしたらどうなっていたんだろうか、みたいなのはね、思うとなかなか熱い展開ですよね。本当に逃がした魚はでかかったみたいな感じですけど。いやでも、まあ、さっきのレベル5じゃないけど、ナムコもね、一概にこう、ちゃんとこの、ポケモンというコンテンツを、末長く、活かしていく、技術があったかはわかりません。レベル5のようにね、レベル5って言っちゃいけないか。妖怪ウォッチのように、一瞬光り輝いただけで終わっちゃうかもしれません。そういった意味で、任天堂のね、この、株式会社ポケモンを使ってというか作って、ライセンスをね、うまくこう、バランスよく配置したっていうのはとても大きいことだったのかなと思いますよね。まあそんな感じでね、ポケモン、まあ最初誕生した時っていうか、そもそも誕生する前って、すごく、注目も何もされてない。64メインの、任天堂スペースワールドで、ひっそりと、体験できたというものだったんですが、まさかね、何が起こるのか。携帯ゲーム機市場そのものをね、復活させた。そして、ちょっとね、ちょうど次世代機戦争の時に、64のね、失速で、やばい任天堂を救ったのも、ポケモンだったと思います。そして2004年の PSP がね、ソニーが携帯ゲーム機市場に突っ込んできた時も、まあ、ちょっとね、ピンチなんじゃないかと言われてました。ついに任天堂携帯ゲーム機市場でもやられてしまうんじゃないかと思われましたが、やっぱりなんだかんだ言って、ポケモンがある機種は無敵ですね。現状ね、負けなしとなってますんで、いかにポケモンをね、ゲットできた任天堂、すごい目があったのか、運が良かったのか、まあすごくその辺もねよくわかりませんけど、いずれにしてもラッキーだったんじゃないかと。逃したナムコはちょっとねショッキングだったんじゃないでしょうか。今はバンナムとしてポケモンのグッズを出してるというね、なんとも言えない現状になってますけど、まあそんな感じでポケットモンスターのね、スペースワールドからちょっとね見てみたら、いろいろと話が広がってしまいました。途中関係ない話もありましたけどね、いかがだったでしょうか。ポケモン、これからますますね、いろんなものに広がっていくのかなと思いますけど、どうなんでしょうか。自分ね、ようやくこの間スカーレットバイオレットでポケモンデビューしました。まあ非常にね面白かったですね。ただまあ夢中になってポケモン集めるのかっていうと、まあ個人的にはそこまででもなかったですけどね。まあいずれにしてもオープンワールドポケモン面白かったなと思いました。あともうちょっとありましたね。この本読んでいくと、当時のスーファミのソフトの価格のヤバさが見えてきますよ。で、代表としては、まあ大体ね、この頃9800円ですね。で、まあめくっていくと、コナミなんか9980円とかね。
試練、11,800円。11,800円。税別ですからね。税別。で、これね、テイルズ・オブ・ファンタジア。まあ、これ48メガビットのね、大容量カートリッジだからしょうがないし、歌も入ってましたから、しょうがないんだけど、11,800円ということでね、スーパーファミコンのソフトの価格がついに1万円オーバーしてて、まあ、それが当たり前になってた時代でした。まあ、それだけにね、サターンだったり、プレイステーションの、まあ、ソフトがね、CD ロムを採用した影響もありまして、5800円ぐらいに抑えられてたっていうのは、非常にね、まあ当時のロムカセットに対するアドバンテージがありましたよね。半額になっちゃいます。まあだからといって、スーファミのソフト、スーファミの時代も、これ、だいたいね、ディスカウントストア行くと3割引きで売ってたんですよね。今3割引きでソフト売ってないですけど、当時って安いとこ行くと3割引きだったんです。まあ、地元のおもちゃ屋さんとか、あのデパートね、行くと定価なんですけど、ディスカウントストア行くと、まあ3割引きからの、例えば 10% ポイント還元だから、まあ結構そんなにね、激高じゃなかったんですよね。で、買い方次第では安くできた時代でした。今は大体そんなね、安売りしてないですよね。うん。まあそれもちょっとね、余談ですけども、いかがだったでしょうか。ではまた。